新京極店シェイキーズはアメリカが衆国発祥のピッツェリアチェーンである。ブランドメッセージはウィーサーブファン。日本では R&K フードサービスが展開している。本国アメリカとライセンス共有で運営している日本の他フィリピンにも店舗がある。1954年カリフォルニア州サクラメントで創業。店名シェイキーズは創業者シャーウッド・ジョンソンが来店客と よく握手をしていたことに由来する。日本では1973年、シェーキーズ・インクと三菱商事、キリン・ビールとの合弁で、日本シェーキーズ株式会社が設立され、東京都港区赤坂に日本一号店がオープンした。当時の日本では、ピザ専門レストランは数少なかったが、店内で、リキシーランドジャズの生演奏が聴けることを売りに人気を博した。 1970年代までに、静岡市、札幌市、仙台市、埼玉市、名古屋市、福岡市に出店していたが、1996年に、東京、横浜、大阪以外のほとんどの店舗を閉店。浦和市の店舗などごく一部は、キリン直径のビアホール、キリンシティへ、業態転換した。また、札幌市の数店舗ではデリバリーを行っていたが、 北海道からの撤退に伴い終了した。その後2000年、キリンビール市会社のキリンフードサービスに営業権が譲渡された。さらに2005年12月、ロイヤルホールディングスとキリンの合弁会社である R&K フードサービスへ営業権を譲渡した。2000年代以降、ショッピングモールへの出店を開始し、2011年にキャナルシティ博多、2013年4月12日に、 MARK is 静岡と再出店を果たした地域がある。なお、キャナルシティ博多店出店と同時にロゴマークのリニューアルを行っている。アメリカ、日本、フィリピンともに基本的にバイキング形式であり、ピザ、フライドポテト、パスタ、カレー、サラダバーなどの食べ放題スタイルを採用している。飲み物はドリンクバーで提供される。店舗によってはデザートもある。 フランチャイズ性を採用しており、出店地域に偏りが見られる。また地域や店舗ごとに、価格やメニュー、テイクアウトの取り扱いなどが異なる。季節メニューや月替わりメニュー、期間限定アニメコラボメニューなどが存在する。ピザ生地は、店内の専用オーブンで焼き上げている。バイキング用のピザ生地は、薄いクリスピータイプである。スタッフの制服は度々、 モデルチェンジされており、一時期女性店員はスカートを採用していた時期もあったが、現在は黒のズボンとなっている。2017年12月現在、日本国内では22店舗が存在する。出店地域は東京エリアに集中しているが、沖縄県内に4店舗が出店している点が特徴的である。読売ランド店は園外の正門前にあり、 遊園地に入園しなくても利用可能。また店舗所在地は川崎市だが公式サイトの店舗一覧では東京エリアに分類されている。ありがとうございます。